はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、今日は土地整地やっていきたいと思います。あとちょっとです。ちょっと見えるかな。ほら、あとちょっとだけで、上から崩してですね、一輪車に乗せるっていう作戦がすごくいい感じにいってるんですけど、どん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 上がってきて、ちょっと崩せなくなってきております。で、上からこう、なんていうんですか、縦に削っていくんじゃなくて、上からどんどんこう削っていけばいいんじゃないですかというご意見もありました。で、私もそれ考えたんですよ。上から削って後ろに下がってって、でまた次は一段下がってっていう形で、どん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 こう低く終わらしていくという作戦、多分それが一番効率いいんですよね。体力的にも、あの下をこうすくってっていう作業がなくなるので、だいぶ楽だと思うんですけど、ただですね、私の頭の中でですね、最後の動画、この土地整地ここが全部終わりましたっていう時の最後の完結の動画がですね、縦にほんと一列こうテトリスが一列残ってて、今日はこれやって終わりますっつって、そこがつるんでなくなったっていうのがしたいんですよね。なので、もう効率が悪くて自分の体力もちょっと落ちてしまう、最悪のやり方だっていうのも分かってるんですけど、その最後のですね、終わり方を目指して私はちょっとやってみたいと思います。なんか自分で自分の首を絞めてるような感じなんですけど、ちょっと終わりの時にですね、やったーっていうのが実感できるような終わり方でいきたいなと思ってます。こう下のところをこう削って終わりじゃなくて、縦をあとこんだけですよーみたいな、この幅だけですよーみたいな絵を数日のうちにお届けできるように頑張りたいと思いますので、お気長にお付き合いいただけると嬉しいです。ということで、今日も頑張っていきましょう。前回はですね、影がどうしてもこう作業の方向と被ってしまうということで、向こうから削りました。階段がなくなりましたね。ですが今日はちょっと曇り空です。影があまり出ない状態なので、こちらから削っていきたいと思います。はい、こんな感じですよ。あー、もうちょっとだ、嬉しい。カメラに収まるようになりましたわ。なんか私がもう手を広げてもう収まりきるぐらいの幅になったので、160ないです、横幅。いやー、あとは奥行きちょこっとだけ。だから今日この位置を削れたらいいなと思っております。頑張るぞ。ちょっと日が出てきちゃいましたけど、上からやってみたいと思います。
傘してきましたね。ちょっとまた陰でかぶっちゃうかもしれないですけど、すいません。いだいだい。ちゃんと映ってたから。側溝の先に、側溝の横がちょっとボコッとへこんでるんですけど、それがその一輪車のこの先端部分、この角のところがその側溝の角に引っかかって、そのまま「すみません」って言ったとグッてグッてやっちゃった。痛い、脇腹。笑うしかねえ。段差がないと思った。休憩しようと思ったんですよ。休憩しようと思っただけですよ。階段になってると思った。なってなかった。よいしょ。そろそろ上から削る作戦は終わりっぽいですね。あとはつるはしかな。25分控えて止めようかな。
自動的に止まっちゃうんですよね。なんで25分ぐらいで1回止めとかないと、その30分以降は映ってないっていうことになりますので、ちょっと止めよう。よいしょ。塩持ってくの忘れた。まだ冷凍庫でカチンコチンになってますわ。氷水飲みたい。これは取っとこう。いたの赤土も子供たちと溶かしてみたんですけど、全然粘土にならなくて、なんだろうねっつって一回動画それで撮り終わりました。では一回調べてみますって言って、まだそのままです。またちょっと一緒にやって一本にしてアップできたらなと思ってます。で、今出てきてるところの赤土はですね、なんかなんですか、ちょっと黄土色っぽい、なんか黄色とかこうすごい強い黄色っていうよりも黄土色の土が混ざって、まあ、黒土と混ざったような感じだと思うんですけど、一番硬いとこですよね。硬いやつが混ざってて、これ黄色に見えるんですけど、分かってなかったらもう半分以上そう黒と黄土色で混ざってて、これは粘土にならないんじゃないかと思い、結構向こうに置いてきたのもあります、まあ、子供たちと足りなかったらまたここに取りに来ればいっぱい黄色が出てるので、とりあえずこれはいけるかな、なんかそんな気がする。で、立っときます。ちょっとこっち掘りすぎちゃったんで埋めました。いいんじゃないですか。じゃあ運んでこれかね。よいしょ。進んだ進んだ。おしまい。したよ。もう上から作戦はそろそろ限界ですね。もうちょっと上の幅が狭くなってきたんで、上から順番に削っていけばね、こうスライスするようにこう削っていけばいいんでしょうけど、ちょっと私のしょうもない考えに従って自分で首絞めながらでも頑張ります。結構急ですけど、まあいいですよ。こっち来ることないんで。で、あんまり崩れたりしないんですよね。まあ、向こうの方は、楽しんさんが、
削った方ですね。うちも割とちょっと草が生えてきたり、竹の根っこがあるので、上の方からこう崩れたりってこと、そこまで大きくはないです。まあまあ、しょうがないかなっていうぐらい。あたりとモグラとかが崩していくっていうぐらいですね。こんな感じで。竹の笹とかがもう、のり面から生え出てるので、多分地盤はしっかりしてるんだろうなっていう気もします。下にこう土が落ちてるっていうのが、わかりますかね。ちょっとこの際のところに、これはでも多分ほとんどモグラです。下に穴を掘ったり、こののり面のところを掘って、それがポコッと落ちてるような感じですね。土はこんな感じになってます。ここにすごい竹の根っこの塊があるんですよね。これ全部根っこです。切り株もギリギリで切ってくれてはいるんですけど、この下も全部塊でなってるので、かなりポコッと盛り上がってます。草刈りするときにかなり危険らしいんですよ。なのでここできたら埋めれたらなという思いでこっちまで。ただこの坂を登るのがめっちゃきついんですよね。もうね、涙が出るぐらい。あそこの最初の坂をよいしょって登って、あー頑張ったと思ったら、もう一回ここでよいしょって行かないといけないんで、一気に体力持っていかれます。こんな感じ、結構広い範囲が埋まってきました。で、土が入れてるところは竹も生えてないですもんね、今んとこ。でこぼこしてると草刈りすごい大変だと思うんですけど、こういう風に土を入れてから竹が生えてくれば、まあ、一気に根元から切れるので安全に作業できるんじゃないかなと思います。ちょっと手、とりあえず手前だけは全部埋めたいですね。で赤土もこんな感じで残ってます。こう見ると分かりますよね、色の違い。分かりますか、こっちの手前のはちょっと赤さが強いです。奥はちょっと白みがかってますよね。赤土でもちょっといろいろ種類があるのかなと。多分こっちだと思います、粘土っぽいのは。一番粘土感が強いのは。でさっき言ったあの黄土色っぽいのが混じってるっていうのはこんな感じですね。見た目ですね、パッと見た時は黄色っぽく見えるんですよ、あの乾いた状態の時。こうやって乾燥してくるとこうやって白っぽい土になってくるんですよね。これもなるのかな、粘土になるのかな。変わった感じはもうボロボロですけどね。だから黒と、ほらって黒と黄色との中間層みたいな、いろいろ混じってる感じがしますよね。なんで基本はこの辺を使おうかなと思ってます。奥にもちょこっとありますね。さあこの辺も混ざってる感じですね。ここにあったのがなくなりました。ちょうど後ろに削った跡があります。大体あの辺ぐらいまでいったのかな。いやー頑張った。はい、ということで今日の作業は終わりです。 あとちょっとまだまだかな。でも上から削ると結構一気に頑張っていけるんですけど、つるはしでってなるとちょっとずつしか進めないので、ここからまた少し進みが遅くなるかもしれませんが、あの完結編目指して頑張りますので、またゆるくお付き合いいただけると嬉しいです。中間でもしよろしければ高評価、温かいコメントいただけますと励みになります。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。